ちは、西山よしこです。このチャンネルでは和声がわかるとどんなことに役立つかということをお伝えしております。今日もまたカバレフスキーの続きです。今日は作品39の16番悲しい物語です。はい、では早速始めます。そうですよね、うん、一体どんな悲しい出来事があったんでしょうね。なんか可愛がっていた犬が死んじゃったとか、とっても大事にしてた宝物をなくしちゃったとか、壊しちゃったとか、なんかそんなんでしょうかね。ぜひ子どもたちとそういうお話をしながら、やっていきたい曲ですね。はい、それでは早速、和音のことを説明してみます。はい、これ、シャープ1つついてますし、最後、ミで終わってますから、Eマイナー、Aモールでいいと思います。なので、最初は、これはここまではずっと Aマイナーでいいと思います。つまりヨドですね。そしてその後、これが Eマイナー、そしてここが B7 または F シャープマイナー7フラット5、2七でもいいかもしれません。それか、まあ、B7 あの属七、まあ、どっちかですね。そして次のところはもちろんB7属七から Eマイナー、一度に行きますよね。なので、その前の右手がファーになるところ、もう一回行ってみますね。これが B7、属七にした時、そしてF シャープマイナー7フラット5にした時です。どっちでしょうね。どっちとも取れますね。何しろ音が2つしかないですから、どっちとも取れます。お好きな方でいいんじゃないかと思います。はい、そして、中間部ですね。ここがまたなんかとっても、不思議な不可解な感じなんですけど、とこの2小節はAマイナーオンC、だからまたヨドの第一展開、ヨドのから6ですね。そこからそうミが鳴ってるので、なんか私はこれ6度 C に感じるんですけど、どうでしょうか。ですね、そして次がマイナー1度に、感じますよね。と思います。だけど、まあ、下に C があって次はそうですから、1度の、4、6から1の6っていうことですよね。そして次、ここラーとボーンが鳴ってて、やっぱりこういう和音を、私は感じます。なので F シャープマイナー7フラット5に7でいいと思います。はい、だけど、下にラーがあるので、それの第一展開 2の5、6っていうことですね。はい、そしてでここまた、ソとミだから E マイナーでもいいんでしょうけど、でもなんか C、6度を感じます。
最初と同じでずっと Am、ここまで Am ですね。そしてでここは Em、一度ですね。そしてここも2七でいいと思います。 F シャープマイナー7フラット5、この3拍目のシミが細かく考えれば1の4六 Em on B とも言えると思います。そして最後ここはまあ B7 から Em 属7から一度で終わると、はい、それでいいと思います。この3拍目でミが出てきますけど、これはだから次の小節のあの一度の主音ですね。これが、先取りして出てきた先主音って考えればいいかと思います。はい、そんなわけで、これはそうですね、あのバイオリンとチェロみたいな、イメージでデュオにしてみました。で、上のパートって本当にその、まあ、バスとメロディーがこうね入れ替わってるみたいな感じですけど、でもあのこう対話してる感じ、それが出せるといいですよね。はい、ではバイオリンとチェロっていう設定でいってみます。物語なのか皆さんも考えてみてください。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。あのよろしかったら、チャンネル登録とか高評価いいねもぜひお願いいたします。ありがとうございました。どうも。